皆さん、おはこんにちばんは。チャンネルよったんです。今日は2021年の11月の28日、時刻は朝の10時になります。今日もね、ドラブラよったここ、三重県の四日市市にある、今日は山の方ですね。山の方をちょっ とドラブラしたいと思います。ドラブラ、この紅葉もちょうど出てきたところなんで、まあいいかなと思ってドラブラしたいと思います。山の方なんでどこ行くかちょっと分かりません。綺麗な道通りながらね、ハップが綺麗になってればいいかなと思ってやってます。で、今日はね、それを、しながら、いろいろね、考察したことをね、喋っていきたいと思います。1週間ごとにドラブラ多分するようになると思うんですけど、前回はベーシックインカムについて、1時間半のドラブラしました。で、今日はね、もっと根本的なことですね。物事の考える順番というか、仕組み、どのようになっているかっていうものを考察していきたいと思います。1個の人間として。すごいな、自転車乗ってる。まず言うと、物事の順番、まず出発点はどこから行くかっていうと、根本の中心であるのは、それはあなたです。私です。一人の人間が出発点にあります。その一人の人間が全てなんで、ある意味全てなんで、そこから出発します。で、その一人の人間、あなたが置かれている今の環境、その環境のところにあなたも生まれて、そこにいるということなんで、まあ言ったら走りながら生きているっていう、生きながらですね、生きていきながら考えている、その立場にいる、いろんな環境に生まれているから、その環境のところに産み落とされて、その中で生きている状態の中で、いるここのあなた、私、一人の人間、それを、中心に置いてます。それともう一つあります。それは外的な要因です。外的な要因っていうものは何かというと、自分以外のものですね。例えばここの産み落とされた場所、地球の、日本の、僕は徳島県のあるところの、ある親とある親、母親、父親で生まれて、そういう経済環境の中とか、そういう立場、社会的な立場、そういうふうなところで生まれたという、そういう外的な要因ですよね。それに関する、基本的な考え方について、今日は、思いついたことを喋っていきたいと思います。私も考察しながら考えていってるんで、間違ってることもあるかも分かりません。運転しながら喋ってるんで、物を見ながら、正しながら考えてるわけでないので、間違ってることもあるかも分かんないので、全体的な流れは合ってると思うんでね、そこをちょっとご了承ください。はい、今日はね、いろいろ綺麗な山な、紅葉も映ってればいいなと思って山の方にしてみたんですよ。この水沢地区っていうね、紅葉谷っていう綺麗なとこもあるんで、そこもちょっと通ってみようかなと思いますね。はい、まあこのお茶畑、お茶畑あるんです。ここで有名なのは、かぶせ茶っていうやつね。まあ、よく三重県には伊勢があって、伊勢茶っていうのが有名なんですけど、味はあんまり変わらないんですよ、かぶせ茶と。だからこれ、ここはかぶせ茶で有名な水沢地区あたりになりますね。はい、でね、思いつくのまま間違いもありながら、まあ適当にちょっと喋っていきますけども、まず
人の人間を科学すること、それいろいろ科学だからその医学とかでないですよ。これなんていうの、一人の人間として丸々魂も全て入った状態を科学する、これ仏教なんですよ。仏教そこを視点において、まあ、そこを出発点にして考えていきます、仏教ね。でそれと社会現象、いわゆる経済学とかいろいろあるもの、お金の問題も社会現象、社会のルール法律も社会現象、気候の問題も社会現象、まあ、外的要因で、それの密接に関わり合って根本のあなたの考え方が全てに影響していくと、そういうことをねちょっと喋っていきたいと思います。あくまでも根本はそこにいる皆さん、考えてる人、それ皆さんですので、まあ、その全体的な流れのは間違えてない、体系は間違えてないと思います。はい、でここがねもみじ谷なんですけど、今見頃なんかな、ひょっとしたら。私も去年一昨年ってここのもみじ撮ってるんで、まだ昔の動画ちょっと水田はもみじ谷で検索してみたらいっぱいあるんで見てみてください。 4K で撮った、 4K 動画で撮ったりしてます。これ観光バスかな、わざこんなもみじ谷まで見に来る人いるんか、わざわざ、すごいわ。上にも駐車場あるんですよ、僕知ってるんだけど。今宮妻橋っていうのかな、よくこれもみじです、これもみじ谷のもみじ、まあ、これからですか、今見頃なんかな、まあわざわざ下取ることもないからこのぐらいで。このね、奥の右に行ったらまた別の道で、この真正面駐車場があって、これちょっと左に行ってみますね。あ、今はちょうどあれなんやな、ちょっと散ってるか、でもまあまあまだ大丈夫か、あ、まだ色づいてないな全体的に。これからなんですかね。まあ、あんなうどん、こんなんもあるんやな。ベンチがあって。こっちに来るの初めてなんだ、こっちの道通るのは。途中で切れてるんか？まあちょっと行ってみますよ。下にもね、ちょっと車を置けるところあるから。多分繋がってるんかなって気はしますね。うん、これを左に行って、まあまあ大体わかるからぐるっていきますよ。これがもみじ谷の下川ですね。下川の駐車場のあたり。こっからずっと上に登っていくようになります。で今日はもうもみじ谷自体は昔の動画見てください。漢字で水って書いて、沢って書いて、もみじってひらがな。で書いて谷って感じ、水沢もみじ谷って読みます。はい、まあ僕が来た時はそれ警備員もいなかったんだけどな。今日が見頃ですね、だから11月の28日日曜日ですかね。
有名なところ。ちょっとさっきの話に戻るんですけど、その物事を考えていく上で、私がいろいろその体系立てたことを仏教を基本にして、あと社会現象と密接に関わってるよっていうことを、まあ体系立てて分析して、あの今からまあ喋ろうとしてることは危ないなと思うんですよ。まあ、全体的にね、広い地球っていう視野で考えると、全体的にその方向にゆっくりゆっくり進んでいってます。いい方向に世の中成熟して、だんだん分かってきた、いろんなことが。そしたらいい方向にちょっとずつ進んでいってるんですよ。それは間違いないんですよ。で、私が今言わなくても時間かけたらいずれは解決する問題なんですけど、まあ私もいろいろ喋りたいし、どうなってるのかいろいろね知りたいっていうのもあるから、まあ、めっちゃ綺麗なな、四日市の方が見えるの、右撮れるかな。すごいです。お茶の葉っぱにほのなんかあって、奥はあの伊勢湾ですよ。景色がいい。ちょっと見えたでしょ、伊勢湾。なんで、まず物事知る。なんで私が言うっていうと、世の中全体的にぼやーっとみんな分かってるんで、だいたいその方向にはゆっくりゆっくり進んでるんですけど、まあそれどういう風な仕組みになってるのかを私が説明しますね。私がしなくても誰か代わりにするかもわかんないんで別にいいんですけど、まあまあちょっとさせてください。まず心の作用はどういうものがあるかっていうと、あなたが今感じている心のなんていうの、心の今どのようになってるかっていう、心の置かれてる場所ですか、心の場所って言ったらいいのがあって、仏教では3000種類があるって言われてます。10回かける10回かける10如でかける三世間っていうのがあります。10回っていうのは何かっていうと、すべてあなたの今の心それに当てはまるんですよ。無理して考えなくてもごく自然なことを言ってるんで、そのままなんて言いますよ。まず悪い方から言いますよ。地獄界ね、ガキ界ね、畜生界ね、修羅界ね、人界ね、天界ね、小門界ね、遠隔界ね、菩薩界に仏界と、これが10回になります。10回の中にも10回があるということで、今からそのまあそこから説明していきますね。基本になってるから、まず地獄界、地獄の閻魔様がいるところです。これでわかるでしょ、地獄ね。みんなわかる、ああもう地獄だっていう、わかるでしょ。ガキ界はお腹空いて人間生きるために仕方ない生物、お腹空いてむさぼる心、ガキ界ね、むさぼる気持ち、あお腹空いたって言ったらそれです。畜生、あの動物の命、あの人畜生みたいやなとか言うでしょ、畜生動物、あのお猿みたいに犬でもどこでも交尾するような、構わずどこでも、まあそういうところでうんこ食べたりするでしょ。修羅界、怒りの心、あのおっさん腹立つわとか、あんなもう嫁はん何ようなトロコイなバカタレ腹立つとか、うちくはそんなことないけど、うっそ、
修羅界ね、怒りの心で、その時忍界、平凡に冷静な息している、あなた息してる？はい、してます。で、普通に冷静に考えて、まあ普通に考えてる、満たされてる状態、満たされてるっていうか普通ですね、普通の状態です。あと忍界の次が正門円覚界、正門界、物事を聞く心、耳ですね、聞く物事をちゃんと聞こうとする、人の意見を聞こうとする気持ち、お状態、正門界、円覚、それによって悟りを得る、気持ち、まあ、全部感情が入ってるんで、脳内物質、あるものによっては分泌されたりしないっていうところまで影響してるんで、ですけど、まあその正門、円覚、あるなんていうの、円覚界だったら悟りを、法則を見出して、やった分かったぞっていう、その喜びもありますよね。そういうふうな脳内物質も、まあ、地獄もそうですよ、全部脳内物質全部影響してます。人を丸ごと捉えた学問なんで仏教は。で、天界言ってなかったな、忍界の次の天界、天界は嬉しい気持ち、あ、プレセスリーが書いた嬉しいとか、オークションが買えました、高いね、マンションいっぱい1億円宝くじ当たりました、これ喜ぶ気持ち、天界、天界ね、隙間がいっぱいあるような心の状態になる天界ですよ。その次にさっき言った正門円覚あって、菩薩界、人を助ける気持ち、助けて喜ぶ気持ち、まあベーシックインカムでその貧乏人を助けたいっていう、まあ私のまあ気持ちもこの菩薩界から来ている気持ちです。あと仏界、仏界はね、最終的な仏教学者みんな昔からやってる人が目標としてる場所なんで、なんか僕もあるかどうかよ、あるんはあるんだけど、それが果たしてどれなのかっていうのはあんまりわからないような気がしますね。でもまあなんかあるんでしょうね、いいところがね。まあそこを基準にして、人を助ける菩薩っていう気持ちも出てくるから、多分あるんでしょうね、そういう中心の中心にある、そういう一番大事なところの場所っていうのが、精神的にそういうのがあって、その10階の中にも10階があるんですよ。地獄の中にも、自分はもう払いたいも地獄だって思いながら、でも人は助けたいなとか思う気持ちもある。だからいろんなところ、いろんな気持ちってね、その10回って入り乱れてるんですよ。あるものが強く出たりする場合もあるしっていうところで入り乱れてます。だから私は今の状態は忍界の中のどっかですよ。入り乱れてるいろんなものがある。例えば今払いたくなったら、あの地獄界なの、忍界の中の地獄界っていうふうになりますよね。な、いろんな、難しいんですけど、いろんな置かれてる立場によってそれぞれ違う。それと順序税っていうのがあって、力の作用とか因果関係とか、いろいろ目から入っている刺激が、こんなはずでは。ややこしいんですよ。その作用です。柔の禅、女禅っていうのはそういう作用のことを言います。目から入ってきて五感六感で感じてるものとかが一つで、それの入ってきたものを処理していろいろ考えたりっていうね、という10個の作用があります。でそれに3つの世間、あなたが置かれている立場、貧乏人、中流層、
上級国民、まあ大体そんな感じですか。それぞれの立場によってあなたの置かれている感じ方とか、その気持ちが、気持ちですね、その脳内物質の出方が微妙に違うと、まあそういうところですね。が、3000一瞬の一年の中に、その一年と一つの一瞬一瞬の中に3000の種類の気持ちがあるって、いろんなその立場、まあ脳内物質の出方の種類ですよ。いろんな物質あって、それが密接に絡み合ってね、科学したらそういうことです。満足な状態になってる、もう満たされてる状態とか、そういうものになりますね。何喋ってるかちょっと疲れてきたわ今。はい、それを冷静に考えていったら分かりますよっていうところです。そういう心の作用、それがまあ基本的なところです、一人の人間としての、そこがまあ一人の人間としての仏教をとして考えるものですね。それに、外的な要因ですね。さっき気候変動とか、いろいろあるけど、そういうマネーの問題、お金にもいろいろルールある、政治の世界もいろいろなルールがある、気候も自然法則で決まっていると、そういう法則っていうかルール法則ですね。それに対してそういう今の自分のものの考え方、それをきちんと整理することによって正しいものが導かれていきやすくなるっていうところですね。はい、お、今言ってます。はい、これ動画撮る前にね、ちょっと一回30分ぐらい撮って失敗したんで、ちょっと今疲れ気味です。止まってくれてるわ、申し訳ござらんね。この前の私が言ったベーシックインカムについては、僕の仏の菩薩会っていうところが強くなったんで、そういうことを喋ってます。だからこの社会現象、お金にまつわることで言うと、その菩薩会がの気持ちの人が強くなってる場合、は世の中良くなるんですよ。でも貪る心が機械、強くなる人は、まあ、お金をどんどん貯めて自分だけ物を買って、いろいろ自分だけ金持ちになったらいいわとか、まあ、そういうね気持ちが強くなって、世の中がいびつになっていく、偏っていくっていうところもある。だからそのね、自分の心ってどのようになってるのか、命ってどのようになってるのかっていうのを分かると、これはいいものだ悪いものだって分かるんで、どうしたらいいのかっていうのがだんだんね、一人一人そういう気持ちが分かる人増えていくと、ちょっとずついい方向に行くんですよね。なのでちょっといい方向に行くのを僕は早めてるような感じ、早めてるんですよ。ただそれだけですよ。物事を分かるように、何も知らないあなた、そこのあなた、そこの彼女に分かるように説明しているっていうところですね。そうすることによって、ちょっとベーシックインカム等も良くなるし、気候変動に対しても良くなるし、今そう私利私欲に固まってる人たちが多い中で、その人の心もちょっとね、まあ、いい方向に行くということです。はい、我言ったから、タイタニックのこと、まだ言ってないか。でそれと
今言ったその心の3000個の種類は言いました。それぞれの立場によって貧乏人からの見方、金持ちからの見方とかね、いろいろそういうふうによって脳内物質がいろいろ変わって、組み合わせによっていろいろ感じ方、心の色、場所が違うというふうに言いました。でそれをもう一つ大事なのは、それをね、冷静になって考えようとする気持ち、心の状態もすごい大事になります。それは昔の天台宗によって研究されたんですけど、止観っていうことなんですよ。止まって感じろっていう。でそれを大事なことなんで、その摩訶不思議とか、うわすごいなっていう意味の摩訶っていう修飾をつけて摩訶止観って言われる経典があります。それは何が大事かっていうとね、止まって感じろと、一瞬一瞬そういう冷静な、止まって感じるっていうのは冷静になる、なって自分を分析する、世の中を分析するっていうことです。仏教で言うから、その命っていうか、その人の地獄界にいる人とか、むさぼりの気持ちとか、お金独占しようとする気持ちとか、それはみんなあるのはあるんですよ。そのあるっていうのを自分でちゃんと認識して、冷静に考える自分を作りましょうっていうことです。はい、これ止まって考えろ、止まって考えろ、思考しろっていうことですね。ある意味冷静になって考えてくださいっていうこと。それによっていろんな、いろんな決断するときにね、大きく変わってくるんです。人っていうものは私利私欲にとらわれてるガキ畜生の感じの人がいたら、それはそういう世の中になりますよ。言葉聞いただけでわかるでしょう、ガキ畜生。富の独占ですよ。世の中ガキ畜生が多くなってるけど、富の独占ね。これでまたベーシックインカムを作ろうと、貧乏人助けようと、富の独占を分配しようっていう気持ち、それは菩薩の方の気持ちとか、そういうふうになるんで、その極端に分かりやすく言うとね、冷静に考えるっていうのはすごい大事だということを分かりやすく言うと、昔120年ぐらい前にタイタニック号っていう座礁した船があって、救命ボートが数少ない、みんな逃げれる分の数がないから、女性子供から入れて乗せて助けると、救命ボートに乗せると、でその男性は最後になるっていうんだけど、男性も紛れてね、最初にね乗って、自分助かりたいとかいう人もいるんですよ。で紳士的な人はちゃんと、もうここでもうこれはもうこういうことだから仕方ないってね考えて、冷静になって船に留まる人もいる。そういう極限な状態になったら、そういうところに出てくるんですよね。人を押しのけて自分が先に助かりたいとか、そういう風になってしまうんですよ。だからすごい大事になります、そういう冷静に考えるっていう状態がね。はい、僕も今いろいろ冷静に考えてるから、こういう風なことを言ってます。はい、今日言いたかったのは、最初に言った通り、その一人の人間としてから社会現象まで、一人の人間と社会現象が密接に絡み合っている。それを仏教とかいろんなものを使いながら、私が今の現代社会を生きていくにあたって、今置かれている立場から考える、冷静に考えることによって、より良い解を見つけ出そうっていう解答ねっていう風な試みになります。はい、これも試みです。やって悪いことはないんで、少なくとも悪くはない、いい方向に行くのは分かってるのでやってます。はい、今これで30分ですね。
まあ大体言いたいこと終わったかな。今日の言いたいことは、まあね今のこの時代において、まあそういう勉強する面も含めて説明しながら、私はベーシックインカムを実現させていきたい。そのベーシックインカムを実現するのには、そういうさっき言った個々の人間の状態の勉強から、あの社会のルール、いろんな勉強も全部全勉強です。それも含めていろいろこれからね、冷静になって考えていきましょうっていうことを仏教とかを含めて説明していってるところでござる。はい、疲れた、もう疲れたぞ。もうでもここのね、まあ、四日市のこの大体の場所、 Google マップつけてるから分かると思うんですけど、まあ紅葉も含めて、紅葉谷も撮れたんか、撮れた撮れた、紅葉谷あたり撮れたから、まあいいや。この草木のこの紅葉ですか、まあね、ちょっと山の方撮ったんで撮れたからいいと思います。はい、まあまあ30分ぐらいの動画で今日は終わろうか。喋るの疲れるな。最初はちょっと40分ぐらい撮ってたんですけど、ちょっとなんか知らないけど、スマホ止まったんですよ、カメラの方が。だからちょっとやり直してるんですよ。やり直して30分喋ったからちょっと疲れましたね。社会現象も利用しながら、その根本になっているのがあなた一人一人ですっていうことをちょっと喋りました。全てその個々の一人の人間が基本になって、根本の基本であるっていうところから解説してます。およそ700m 先、左方向です。まあなんでそれがね、あんまりね、外的要因ばっかりにとらわれすぎる、例えば金融システムとか、まあ、地球の環境とか、そればっかりを研究して、人っていうものが置き去りになったら良くないんですよ。だからそこ間違えないようにね、根本を間違えないように、あくまでも基本はあなた一人一人ですっていうところを間違えないようにね、
自分が基本なんですよ。そこを間違いないようにするために今日の動画を撮りました。なんで自分が中心になっていくかというと、生まれてくるのも一人じゃないですか。死ぬ時も一人、感じてる今考えてるあなたも一人で、このコミュニティができてて、いろいろ物事考えたりする、それも全部あなたから発してることなんです。下界の状態を観察して理解して自分の行動を決めるのもあなただから。人の世界で、人が住んでる限りにおいて、人の世界に生きているのが基本っていうところをまず最初に考えてもらう。それ基本です。環境が基本違うんですよ。お金が基本でないんですよ。中心ではダメなんです。お金が中心でもダメ。あくまでも人が基本なんです。そこを間違えないようにね、しなきゃいけないから、そういうことも一つ分かってくると、全体的な流れがだんだんね、分かってくるんですよね。過去から現在になって、今から未来もだいたいこういう風になるんだろうって分かってきます。ちょっとずつ良くなっていって、いってると思います、私は。昔から考えたら。悪くは言ってない。ほっといたら良くなるんですよ。でも良くなるスピードは遅い。だからこうやってね、ベーシックインカムもほっといたらいずれはなるんだけど、なかなかならない、遅いから言ってる人が、政党まで出てくるというところですね。公約に掲げる政党まで出てくる、そういうところですよ今の状態は。今ダメでも300年後そうなってるなっていう、300年後になったら、300年後の今は今ですけどね、300年後も当たり前にベーシックインカムになってるわね。また次の問題が出てくるんですよ、300年後に。だそれをちょっと早めるって言っただけです、私。みんな勉強して賢くなったら早まりますよっていうことなんで、それを分かるように動画上げているとこです。これからちょっとね、私も運転しながら、ドラブラしながら、適当に喋ってるんで、間違ってることもあるかも分かりませんけども、こういう議論を少なくともしていくことによって、レベルが上がっていきますよ、人のレベル、考え方が。いいことがいっぱいできてます。考えるにね、疲れたりする時もありますけどね。私ちょっと今疲れてます、続けたら疲れるんですよ、ね、世の中はいろいろ、いろんなことが考えれば考えるほど複雑に絡み合ってます。人間を科学したり社会を科学したりするのって非常に大事で、それぞれ密接にいろいろあって非常に難しいけど、そんなこと言ってたら始まらないので、ちょっとずつ良くする方法、これをやったら必ず良くなるっていう、ここが問題なんで、大事なんで、そこだけやっていきましょうっていうところですね。私は一個一個今から経済のこと勉強したらいいよとか、そういうことは言ってないです。普通の今いるそこにいるあなた私がちょっとでも良くなる方法を、今その場にいてね、良くなる方法をちょっと言ってるだけなんで、そういうことを分析してちゃんと冷静に分かるようになったら、ベーシックインカムの必要性も分かってくるという人が多くなってきて、導入に早まるから言ってる面もあります。全部ね、今の社会で
悪の根源は大体主にあれですよ、富の独り占め、だからさっき言ったあの心の状態、地獄がガキと畜生界ですよ。人を置いといて自分だけ良かったらいいっていうね、そういう富の集中と菩薩界、人を助けたい、人が幸せになったら自分も嬉しい、そういう気持ち、まあベーシックインカムも導入したいという気持ち、それのことがよく分かるように説明しましたね。だどっちがいいか分かるでしょう、一目瞭然。私利私欲にとらわれて、あの人どうでもいいわ、自分だけ金持ちでよかったらいいわとか、そういう人たちの気持ちがいかに卑しいかっていうのはよく分かるでしょう。自分金持ちだったら貧乏にいっぱい行ってもいいわ、そんな知らないわ、ほっとけって、そういう人の気持ちもいかに卑しいか分かるでしょう。まあ、まだ貧乏人は貧乏人でね、あの考える術を持ってない、あの、まあ、なかなか冷静に考える状態でもないっていう人も、これ左やな、間違えた、ね、考えれない人もいるから、ちょっとはねこういうのを見てもらえると、あベーシックインカム大事なんだな、こうだったんだなって分かってもらえればね、それだけでいいです。まあ一種金持ちの餌食になってるんですよ、貧乏人は労働力だけ与えて。金持ちはね、お金がお金生むからね、何もしないで生きていけるんですよ。貧乏人は働いて、あの富をね、金持ちにあげてるような感じです。それを分かってもらえればいいですよ。で今民主主義なんで、日本貧乏の人が圧倒的に多いんで 99% で、その人たちがまとまってそういうところに行ってる人に、例えば私の動画にいいねを押してもらうとか、そこの政党にね入れるとかね、票選挙で、そういうふうなことをすればいいと思いますね。iPhone また熱帯びてきたんで、いつ止まるか分かんないので、止まった時点で終わります。まあ1時間ぐらい経ったら止まるかも分かんない。やっぱ1時間動画になるなこれ。はい、ということでですね、まあ冷静になって皆さん考えてみてくださいよ。物事の考え方の基本にのっとってね、順番間違えないようにね、人を中心に考える、ここの人、あなた、私、そこの人、貧乏人の人、金持ちの人、いろんな人、病人、健康な人、有名人、いろんな人、それが中心になって、あなたが考えること、そこにいるあなたが基本なんですっていう、物事の発するところの基本はあなたから来ているっていうところが一番大事で、その次にそのあなたっていうものは実はどういうものなのか、あなた自身の考え方、あの人間というものはどういうものかを、研究した仏教を中心にね、分かりやすく説明しました。分かりにくいかも分かんないんだけど、あなたが置かれている今の立場、心の色、3000種類ありますよって説明しました。まだそれは
3000種類がいろんなもの入り乱れてるんですよね。いろんな3000の世界が一緒になって、どの部分が一番大きい現象として出てるかっていうところなんですよ。あの他の今はこの心の色とかそんなんでないですよ、うん、いろんなのが重なり合ってます。どういう傾向になってる、例えば怒りの心が多くなったらあの人怒ってるわみたいなところだから、怒りに任されて自分を失うっていうのは冷静さがないから、その冷静さを大事、自分を失わないように冷静さにするっていうのは仏教でいう止観、まか止観っていう考え方で説明しました。いや、それによってそれがあなたの中心の人間を基本にして考える、そこから出てきた出方によって、そのさっきで言うとベーシックインカムとか、この社会制度の決め方、ルールがまたいいよ、ルールの決まり方が全然変わってきます。いろんなルールがね、そっち冷静に分かることによっていい方向に進みます。ルールいい方向、例えばベーシックインカムを導入するとか、そういうとこに決まっていきます。あの政治家みたいにその文書なんとか言って毎月100万円現金で渡してもらえる、ああいうのがまだ残っているっていうのは、あのむさぼりの気持ちから出てきてます。さっき言うね、あのガキ界から来てます。自分だけお金持ってもらったらいいよっていう、そういうところから来たものがあの文書交通費です。まあ、それ以外も多少あるかも分かんないけど、そのガキ界から出てきたから透明にしてない、不透明に何に使ってもいいよっていう風にしてるのもあるんで、そういう風な自分のことちゃんと分かってなかったらね、あの悪な法律どんどん作るんですよ。その密接な関係、まず自分が分かった上で、自分というものと社会現象、法律、基本機構、いろんなものを密接にその2つが絡み合ってますよっていうことを今日は説明しました。人との考え方としてこれ基本になるところです。それが土台になってなるんで、それを大きく間違えたら今の資本主義みたいな大きな間違いになってしまうんですよね。まあ正しいのはベーシックインカムというのが導入された社会が今のところまだ正しい社会だと思うんで、まずそこですね。今の時点において大事なのは、っていうところを今日は説明したんで、ちょっとまあ冷静になって思考して止まって感じて冷静に考えてみてください。いろんなことが見えてくると思いますよ。楽しいですよ。ちょっとさっきまで中だるみでちょっと疲れたけど、ちょっとまた元気になったんであれなんですけど、まあでもね、あと今49分か、あとは喋っても10分ぐらいしか喋らないんです。だからね、社会はね、ほっといてもちょっとずつちょっとずついい方向に行くんですけども、いい方向に進む速さを早くするっていうのが、こういういろんなことを勉強することがいい方向に行くのが早くなるんですよね。だから勉強大事。私が言っていることもこれは基本的なとこなんで、そこを間違えてるから、基本的なところ間違えてるから資本主義なんですよ。合ってたらもっと違う人間とか個々の人が中心になった正しい主義になってるはずです。資本主義はまた間違ってるんです。
むさぼりの気持ちが入ってるんです。わかりますか。でも世の中成熟してくるとそれは間違ってるってことにだんだん今気づき始めてます。だからね、勉強してね、どんどん気づいてください。どこでいいか今日は。まあこれだけ抑えれたら劇的に変わるんだけど、それ分かんない人が多すぎるからね。こんな僕が言うことなんて全然気にしてない人ほとんどな、ほとんどでしょ。最後、近鉄四日市駅の前をちょっと通って、中央通り通って終わりにしたいと思いますね。あのね、何でも始まりは最初にあるんですよね、間違いは。時代が成熟、世の中成熟してないっていうのもあるし、だんだん成熟してきてるから間違いもだんだん分かってくるんですよ。資本主義おかしいなっていうのが。資本主義なんでおかしいかっていうと、人が中心になってないからおかしいんですよ。ただそれだけですよ。資本が中心になってるから分かりやすいでしょ。だからそれを資本中心じゃないんですよ。生きてるあなたが全部判断して感じてることなんだから、あなた中心なんですよ、世の中。金融システムのルールも全部ルール、人間中心になかなきゃいけないんですよ。むさぼりの心中心になったらダメなんですよ。わかるでしょ。そう考えたらわかるでしょ。すぐに今は資本主義なんで、むさぼり主義ですよ今は。言い換えるとね、ガキ界っていうね、仏教で言うとガキ界主義なんですよ。わかるでしょ。議員さんの毎月100万もらえる、用途不明、現生で札束で100万円札束でくれる文書なんとか費っていうものとかもらったり、それがまだね生きているっていう。で4時間1年間1月のうちのたったの4時間、最後の日のいるだけでこの100万勝手にもらって黙ってると。日本維新の会の若手議員がちょっと言ったんです。その人が言うまで黙ってると。その黙ってる心どうです、それ。だから今公平公正の世の中になってきてるから、ネットがね普及して、まあ、ちょっと早くなると思いますよ。だから左方向です。はい、じゃあもうちょっとこれは運転機の、なんでそう考えて、さっき人間を科学したその仏教の10回畜生会とか、この菩薩会対比していったんですけど、まあ、ガキ会か、ガキ会と菩薩会対比していったんですけど、そう考えたらわかるでしょ。すっごい資本主義ってどういうものなのかっていうのが、ガキ界の産物っていうのは。ガキ界っていいものじゃないじゃないですか。菩薩って人を助けるっていう気持ち、そっちが崇高なんですよ、それに比べて。だから今そこの今の時代、時の流れでいう今の時点は、今の社会はそこにいますっていうのを明確に、今の立場もこの動画見たら分かったと思います。大きな視点で、基本的なところ、まずそこを抑えるのが意の一番です。一丁目一番地って、国会議員で言ってたけど、なんだその一丁目一番地って。まずそこを抑えましょうっていうところですよ。そこ分かんなかったら何にも始まりません。あ、なんかやってるわ。
その四日市市民公園、ちょっと待って、このまとめるか。なんかやってる。あ、これ取りに行こうか。ちょっと取るわ、後で。はい、ちょっとね、ドラブラ寄ったらここでちょっとやめます。今止めれるかな。あが、ジンバル持ってないわ。残念。こんなことやってるんだっていうことをちょっと撮って終わりにしたいと思います。はい、では一回終わります。バイナラー。